どうも、お困り調理はつばさです。えっとですねあの、自動車整備士の過去最低の給料について話したいと思います。でね、今までいろんな自動車整備士の給与明細を見てきましたけど、ちょっとね、過去一番最低,低いね、給与明細があったので、ちょっとそちらを出したいと思います。さすがにその明細はちょっと僕持ってないので、ちょっとネットから引っ張らせていただきます。では、いきます。はい、こちらですね、自動車整備士の過去最低の給料。 ちょっとネットから引っ張らせていただいてます。総支給額が18万六千円で、排除金額は7万八千円。で、差し引き支給額が10万七千円ですね。まあネットではね、これはやばいやろうとかね、これ生活できないやろうとか、いろいろな書き込みが書かれてましたね。まあ、僕も今まで見た中で、現に一番低いですね。はい。今ね、プレゼント企画やってますので、よければ近日中の動画からご参加をお願いします。アマゾンギフトカードが当たります。ツイッターもやってますのでね、チャンネルも概要欄に URL 貼ってますので、もしよければそちらからフォローお待ちしてます。 では終わります。